ウィルマ・アリソンはアメリカテキサス州サンアントニオ出身の男子テニス選手。フルネームはウィルマ・ローソン・アリソンという。1935年の全米選手権男子シングルス優勝者である。シングルスでは1930年ウィンブルドン選手権と1934年全米選手権で2度の準優勝もあった。彼はダブルスの名手としてジョン・バンリンと組んで4大大会男子ダブルス4勝を挙げた。右利きの選手で、体格は身長180センチメートル、体重70キログラムほどであった。アリソンは1927年にテキサス州立大学の選手として全米大学対抗テニス大会に優勝し、この年から全米選手権に出場し始めた。1928年からデビスカップのアメリカ代表選手に選ばれ、1929年からデビスカップやグランドスラム大会でジョン・バンリンとダブルスを組み始める。アリソンとバンリンは1929年と1930年のウィンブルドン男子ダブルスで2連覇を達成した。1930年ウィンブルドンでアリソンは男子シングルス、男子ダブルスの2部門で決勝に進出したが、シングルス決勝では、同じアメリカのビル・チルデンに3から6、7から9、4から6で敗れて、準優勝になった。1930年全米選手権で、アリソンはエディット・クロスと組んだ混合ダブルスで初優勝したが、バンリンとの男子ダブルスでは、準優勝で止まった。アリソンとバンリンのコンビネーションは、アリソンが左側のコートを受け持ち、ネットプレーの得意なバンリンが、右側から返球するスタイルだったという。このペアは、デハイ米国代表チームでも不可欠な戦力になり、当時の男子テニス界で優れたダブルスチームの代名詞のような存在になっていった。1933年、アリソンはキャリアで唯一の全豪選手権に出場した。彼は準々決勝で、エイドリアン・クイストに1から6、3から6、9から7、6から2、6から2の逆転勝ちを収めた後、準決勝でジャック・クロフォードに3から6、6から3、6から3、0から6、3から6で敗れた。1934年と1935年の2年連続でアリソンは全米選手権の男子シングルス決勝に進出する。1934年の決勝戦では、フレッド・ペリーがアリソンのシングルス初優勝を阻んだ。ペリーに第1、第2セットを連取された後、アリソンは第3、第4セットを連取して2セットオールに追いついたが、結局4から6、3から6、6から3、6から1、6から8で敗れ、ここでは初優勝を逃した。1935年の全米選手権で、彼はついに宿願のシングルス初優勝を果たす。準決勝でペリーに7から5、6から3、6から3のストレート勝ちを収め、前年度の決勝戦の雪辱を果たすと、2年連続の決勝戦では、シドニー・ウッドを6から2、6から2、6から3で圧倒した。この大会では、ジョン・バンリンとのダブルスでも4年ぶり2度目の優勝を果たし、単服2冠を獲得する。1936年のウィンブルドン選手権準々決勝でヘンリー・オースチンに敗れた試合とバンリンと組んだ全米選手権男子ダブルス決勝でドンバジ&ジーン・マコ組に敗れた準優勝を最後にウィルマ・アリソンはテニス界から引退した。全米選手権の男子ダブルスでウィルマ・アリソンとジョン・バンリンは1930年から1932年、1934年から1936年の6度決勝に進出し、そのうち1931年と1935年の2度優勝した。かつてフレッド・アレクサンダーとハロルド・ハケットの組が1905年から1911年までの7年連続で、全米男子ダブルス決勝に進んだことがあり、アリソンとバンリンは同一ペアとして大会歴代2位記録を残した。アリソンの1935年全米選手権男子シングルス初優勝に先立ち、二人は久々のウィンブルドン男子ダブルス決勝に進んだが、当時心境を著しかったオーストラリアペアのジャック・クロフォード&エイドリアン・クイスト組に3から6、7から5、2から6、7から5、5から7で敗れ、ウィンブルドンでのさらなるチャンスを逃した。ウィルマ・アリソンとジョン・バンリンは、1929年から1936年までに、デビスカップのダブルスで14勝2敗の記録を残した。半世紀後の1980年代に、ジョン・マッケンローとピーター・フレミングが、デハイ米国チームのダブルスで、14勝1敗を記録し、アリソン&バンリン組の記録に並んだ。になった。アメリカチーム代表選手としての出場試合数でも、ウィルマー・アリソンとジョン・バンリン、ビック・セーシャス、スタン・スミスの4名が24試合でチーム2位タイに並び、マッケンローが30試合出場で単独1位に立った。テニス経歴を終えた後、アリソンは第二次世界大戦で、アメリカ陸軍の空軍大佐を務めた。1963年、彼はダブルスパートナーのジョン・バンリンと一緒に国際テニス殿堂入りを果たす。1977年4月20日、ウィルマー・ローソン・アリソンはテキサス州オースティンにて72歳で死去した。ありがとうございます。